はい、どうもアーサーと申します。エルデンリングやっていきます。ということで今回はですね、今作の最強の刀を入手していきます。でですね、場所はこちらですね、ゲールコード、ここにですね、最強の刀があるらしいので、早速ですねそちらの方を入手していきます。でここのボスを倒すと入手できるので、もうパッとボスのところまで向かいます。ここまっすぐ進んでいき、降りて、でこっち方面に進んでいきます。そうすると、はい、ボス戦ですね。でこの先にですね、はい、祝福があるので、ここで休みます。まあこれでいつ死んでも OK ってことですね。ちなみにですね、その刀はですね、序盤でも入手できます。はい、今現在私、魔法使いで始めて一切レベル上げてない状態です。ただここのボスはですね、少々はい、こんな感じでね、強いのでね、注意して挑む必要がありますね。はい、それじゃあボス戦に挑んでいきます。ちなみに私今現在ステータス初期のままです。一切レベル上げてません、ただそれでも余裕で勝てる方法をね、今回皆様に教えるので、よく見ててください。まずですね、このモグラ少し離れた場所でこのつぶてを打ちます。もうそれだけでいいです。はい、つぶてを頭に当てることを意識してください。で攻撃はローリングで回避。でこれはブレスなんで避けます。で FP がなくなってしまったので、ハイエストで回復。まあハイエストは5本くらい持っていくことをお勧めします。まあ、5本あれば倒せると思います。はい、まあ、こんな感じで削っていきます。まあ、こいつは近寄らなければ怖くないんでね、離れて魔法ウッパーが、まあ、安定ですね。でこの突進は注意ね。この突進中はブレス吐きながら移動するので、マップにね、マグマが残っちゃうんですよ。でこのマグマに当たってもダメージ食らうので、まあ、逃げる場所は少し考えた方がいいですね。あんま闇雲にマグマがね広がっちゃうと逃げ場所もなくなっちゃうんで。さあこれで一応地名入れられるんですけど、今作の地名はクソ雑魚なので、入れません。今のうちに魔法をどんどんぶっ破します。地名入れるよりね、魔法ぶっ破する方が軽く出るので。さあいい感じに削れてきました。FP がなくなってしまったのでハイエストで回復。残りハイエストは1本。まあ余裕で勝てますね。4本でもいけるのかな。危ない危ない危ない。落ち着いて冷静に冷静に回避して頭に魔法を当てていく。攻撃は離れて避けて。ああ、初期の状態だとちょっとやっぱ FP は足りないっぽいですね。うん。ありませんでした。4本だと足りないね。まあ5本持っていくことをお勧めします。5本ならまあ余裕で足りますね。初期の状態なら。はい。無事、モグラ撃破。で、このモグラを撃破すると入手できるのが、竜の心臓と、はい、名刀。これ月隠れって読むのかな、ガチインって読むのかな、まあちょっと読み方わかんないんですけど、この刀ねすごい強いんですよ。まあ攻略でも強いし、なんと PVP でもねすごい強いので、まあ、ぜひ入手することをおすすめします。ちょっと、まあ、せっかく入手できたんでね、一旦使ってみましょうか。まあ、ほんと PVP でね猛威を振るってる刀なんで、多分今作最強の刀なんじゃないかな。はい、アルベリヒが侵入してきました。で何が強いかというとですね、この刀戦技で斬撃飛ばせるんですよ。でその斬撃がですね早いんですよね。でリーチもあるし火力も高いというね、うん、恐ろしい火力。
まあ、ダークソウル3でほころび刀っていう強い刀だったんですけど、まあ、まさにその上位互換、そうほころび刀の上位互換なんですよ。この刀振りがね早すぎるんで、あと火力も化け物地見てるんで、まあ、すごい強い刀です。まあ、皆さんもねぜひこの刀入手してみてくださいということで、今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。